でかいっすね。はい。はい。自分の68系青です。エアですね。ちょっとよくわからないので一応エア投げてみましたら、やっぱりバイト多いっすね。まあ、エアだと簡単なんですよね。ラインが入ってくんで、まあ、釣り自体が急に簡単になるんですね。そう、神経質にならなくても、はい。ラインがぐーっと入ってくんで、それを待てばいいので、まあ、釣り自体は楽になりますね。はい。で、エアはですね、ボトムで勝手に流れがあると動いてるんで、ずっと一ところにいないんですよね。だから、ずっと動いてるんで、それが誘いになって釣れちゃうんですよね。で、どんだけボトムが汚れてても、ヘドロが溜まってても、藻があっても、その中に潜らないので、その上に乗ってしまうので、魚がやっぱり見つけやって食っちゃうんですよね。で、さらにエアラインシステムやると、フロートラインのせいで、さらにエアが、こう、優しくゆっくり落ちるんで、さらにこう、物上に乗るっていうんですかね。はい。だから、元かあんまり、その、ボトムの汚れとかを気にしないでエアは投げて、ボトムで釣れるんですね。だから、まあ、釣りやすいんですね。はい。結構いい形ですね。はい。いいサイズですね。エアの31ですね。はい。まあ、あんまりやりたくないんですけどね。まあ、エアーが釣れちゃいます。やっぱエアーは釣れるわ。ダメだね、やっぱりね、俺も。簡単に釣っちゃおうと思うとさ、エアー投げとくと勝手に釣れちゃうんだよね。ダメだね、もう体が。ちょっと。エアーになっちゃった体が。だってほんと簡単に釣れるんだよ。今まで釣れないとこに投げても釣れちゃうんだよ、エアーだとね。なんでだろうね、これ。31。買えます、今。ほんと釣れんだよね。なんでエアーって釣れんだろう。不思議だよなぁ。ねえ。これやばいね、これ。一回使っちゃうと。